2軍落ち、福谷投手、早朝から新幹線で帰米。おはようございます。朝早い時間の新幹線で名古屋に帰ってます。つまりそういうことです。夕方には公示されると思います。戦う顔やなかったな。福谷も悪かったけど守備がまともなら勝ててただろう。予告先発とは違って抹消は勝手に言っても影響ないから別にいいのかな。強制送還か。福谷って一回燃えて次は抑えるタイプじゃなかったっけ。新幹線代めっちゃ出すやん。中日本気だな。ここ数試合トータルで見たらそれなりやったけど強制なんか。中日は先発余裕あるんやな。ブライトが守備うまかったら取れそうだったとはいえ回にあそこまで飛ばされたのはな。涌井さんも最近抑えれる球ないから今日も同じような試合展開やろな。中日って表と裏のローテーションの差激しすぎるな。梅津に目処立ったと見て無理やり上げるのでは。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。